からちょっとね下りますが、ちょっとざれてます。はい、ですけどまあでもね気持ちいいんですよ、この下り。なかなかススキですね、ススキ。いやー、ススキと相模湾。見えてきた、見えてきたわ。見えてきましたよ、富士山。なんか少し流れたかな。神奈川の屋根、丹沢。多彩なルートで魅了する日本百名山の山塊です。そこで今回は手軽に丹沢を楽しめる表丹沢ルートを紹介。スタートラインは菩提峠。若干道幅が細いところもありますが、駐車場も大きく、全線舗装路なのでどんな車でも OK です。目指せるピークは二の塔、三の塔、カラス尾山、行者ヶ岳、新大日、そして塔の岳。変化に富んだルートは素晴らしい富士山が眺められるなど満足度も高く、トイレも多数設けられていて女子も心配ありません。そこで今回は行者ヶ岳までを実況します。初心者でも三の塔までなら3時間程度と十分達成感が得られるルート。丹沢1、2を争う富士山絶景、これは絶対見逃せませんね。ではスタートです。はい、おはようございます。はい、ここはどこでしょう。菩提峠です。はい、丹沢に来ておりますが、いつも大倉から登って、はい、ひーこらひーこら、はい、あの例の坂道を難儀してる人におすすめで、こちらはもっと楽に登れるコースだと思いますので、どうぞお付き合いください。はい、今日午後からあまり天気良くないんで、様子見てやっていきたいと思います。駐車場のゲートがあって、左が大和たける足跡というところから行きます。道が荒れてますな。踏み跡相当あるんで、まあ、とりあえずそこの上まで上がる感じでしょう。まあ、土日は相当歩いてるんだろうなっていう感じの路面ですね、これね。意外と早くにですね、ロープ出てきました。安全担保のロープでしょうけど。手づかみ行けますね、全然ね。ちょっと段差ありますか。見えますね。熱海の方が見えるね。ここで尾根に乗っかるかな。乗っかる感じですね。正面は大山ですね。左側に三峰山。ちょっと汗かきましたね。大倉からのねルートと比べて、なんかギチギチに整備してなくて、あり方もまあそれなりなんで、ちょっと大倉はうんざりだよって人はいいと思うね。トラルロープ出てきました。なくてもいいですけど、下はこれ下り行く人はこれちょっと滑るから持った方がいいね。上りはまあいいんじゃないですかね。大和たけるの足跡が出てまいりましてですね、これ右行くとそうなんですね。あそこに鳥居がありますからね。はい、ルートはこっちです。でこれをね右行きます。右行ってそっちかよ。矢印ついてる。ああ、よく見えますね。ちょっとね雲多いですけど、左のね熱海の先っちょからずっと富士山。ちょっと残念だね、明日か山。はい、ここはなんかのピークっぽいですね。見ちゃいます。はい、二の塔かな。
こっち行きます。モテオネ、ちょっと下りますね。もうずっと登りだったんでちょっと足休めで、よいしょ。あー富士山残念ですね。ほんと今年は富士山が見えない年だね。この間のなんだっけ、明星ヶ岳の時ぐらい。明星はあの大文字焼き、いやーよかったね。皆さん行ってください、明星ヶ岳。バカにしないで、いいですよあれ。堂ヶ島渓谷と合わせて、もう素晴らしい。ああでもこれ若尾根より景色が良くていいな。景色ないからね。そう暑いしね、真南だし。これ少しさ東ルートなんで、午後はこっちから日が来るの、左側からね来る感じになるので。ただ若尾根は途中トイレ何箇所もあるからね。これ小屋まで行かないとないからさ。まあそれでもある方だよ他の山から。ススキですね、ススキ。いやススキと相模湾。ここでね人気ありますけど、左から来てるのが大倉自然公園、要するにどんぐりハウスのとこから橋渡ってきた方の登り口で、正面が三之島の方に向かいます。三之島は晴れると富士山は素晴らしくて、まあ遠野岳よりも全然素晴らしいんですけど、トイレが一応あります。もう表丹沢ね、行ったところにあるんで、稜線乗っかっちゃうとねあるんで、まあトイレ心配な人もね、そうそう、ただチップ入れてくださいね、100円です。そこまで上がりましょうか。避難小屋もあります。あ富士山残念だね。富士山おはようございます。いやこんな感じですよ皆さん。障害物がドーンって、障害物なしなんだけどね。どうだけの私物山荘が見えてますね。ちょっと一歩置いてます。はい、これ休憩所になってますね、避難小屋じゃなくて。避難小屋だね現実的に。ここからね遠野岳4キロです、カラスバ山、行者ヶ岳、新大日越えて遠野岳ですけど、今日はどこまで行くのか、うん、まあ、とりあえずここからね木道階段がわーっとこう気持ちよく続くんで行きましょう。こっちはすごいですね、大山もよく見えて、山はよく見えてるね。あ見えてきた、見えてきたわ、見えてきましたよ富士さん。ちょっと期待、ちょっと期待だね。雲が少し流れたかな。ここからちょっとね下りますが、ちょっとずれてます、はい、ですけどまあでもね気持ちいいんですよ、ここのこの下り。なかなか、うん、足元ばっか見ないでちょっと前を見て歩いてください。ここからね鎖場がちょっと始まります、変則的な鎖場ですね。あここはまだ短い、ね、もうちょっと長いのあったと思ったんだけど、ここかな。はい、右へ下るなってことでしょ、すまんとこだ、行けそうだけど。
登山道なのに林道、林道には林道は咲いていない、まあ、ここを通るなんてことですよ、うん、これだって嫌な感じの斜めについてんじゃない。あ、富士山また隠れましたね。いやさっき一瞬でしたね。ちょっと頭8分の5ぐらい見えてました。でここら辺ねちょっとざれてるんで気をつけてください。遅いんじゃない？もうだって林道咲く季節じゃないでしょ。そうだね。つぼみのあのまま終わっちゃうんじゃない？女の人だったら大変な話だね。つぼみのままだった。本当だ。つぼみのまま終わっちゃう女の人。ああとか言って。ああとか言って。あの正面がね。カラス大山ですか、あの三角屋根のところね。はい、降りてきまして、コールまで降りました。コールというかね、木の橋ですけど、まだコールまで行ってないですが、ここはまだ登り返します。登りですね。これからも登らないと思います。これを降りてきたわけですよ。でもまあこっちからではまあ今回の覚え返しかって感じだね、うん、登り返しようで一番なんかうわーっと思ったらどこだっけな俺。山荘ですから、カラス山。もうちょっと行くと見えるところが出ます。こんにちは。あ、また隠れちゃって。一息切りましょうか、うん、行者ヶ岳の鎖場行って戻ってきますかね、はい、これか今後の天気を考えるとですね、ちょっと富士山は見込めないかな。ここもなかなかよく見えるとこなんですけど、富士山がね。そだからこんなにベンチがいっぱいあって、真正面の崩れたようなところがあそこの横通ってくる、あそこを通って行者ヶ岳ですね。地方の人来たらびっくりだろうね。なんでこの3階は階段がこんなにあるのって。ちょっと臭い場ですね。まあ全然いらないんですけど。ここが山頂ですけど、いや富士山ダメだね、今日やっぱダメ。本日はですね、ここで次の分岐があるコールまで降りて折り返そうと思います。ちょっと休憩します。はい、行者ヶ岳をスタートしましてですね、ちょっと
とこの辺から崩壊が進んでる感じなんですよ。向こうまでは多分いらないんだよ。県ではいるんですね。あそこ行くと楽しいんだけどさ、行司ヶ岳と針葉樹林の間なんですけど、まあ、天気の回復も良くないですし、まあ、また来るでしょうし、しょっちゅう撮ってくれるとなんで、今日はねここで折り返したいと思います。まあ、今日はメインはね三の塔、カラソウ山、そういった感じのところのご紹介なんで、で戻りましょう。はい、じゃあ折り返します。先ほどね鎖場下から撮ってます。下から見たらなんかおって感じですけどね、意外とそんなことないです。右のピークですね、右のピークがカラソウ山で、奥が三の塔なんで、三の塔まで一気に登り返すわけじゃないんで、一回こっちへ行って降りていくんで、心折れないように気をつけてください。まあそれでも折れるって人は折れるかもしれないけど、まあでも そんなでもないと思います。はい、こうやっておきますね。登り返しのある山の方がさ、足で負担少ないよね。登りっぱなし、下りっぱなし来るよね。登りっぱなし1500とかやとさ、もう火越えちゃうじゃん。またさ、登りっぱなしの山って意外と斜度急だったりするんだよね。だけどダラダラバカオの山いないね。はい、カラスオ山まで帰ってまいりました。ススキ綺麗ですね。ススキ、富士山はダメ。私だけしかやってないんじゃないか。お泊まりいないもん。あ、天水。あ、そう、ドラム缶ほら。天水じゃん。はい、じゃあ三の塔に向かってね、一回下って登り返しますか。ススキすごいね、ここね。ほぼ下り一辺倒だと思います。やっぱ天気が今日はちょっとこのままずっとこんな感じになっちゃいますね。また外れですか今日はね。今年の天気は当たらねえな。はい、戻ってまいりまして、いかがでしたか。富士山がもうほぼ見えなかったね。
なんですけど、天気がいい日であればずっと富士山がこう見えて、ね、見守ってくれてる感じのルートなので、遠野だけ行くよ、うん、もうよほど楽しいです、はい、どこかを目指して行くのではなくて、今日は長者ヶ岳まで行こうとか、今日は日の塔まで行こうみたいな感じで楽しんでもいいかな、ね、短時間で、ね、短時間楽しむのもいいんじゃないかなと思います、うんうんうん、土日は混むみたいなんで早めに、次の動画もよろしくお願いします。じゃあねー。